どうも、こんにちは。ものづくり太郎チャンネルのものづくり太郎でございます。本日は後ろにあるように自動車開発プロセスでございますね。自動車ね、皆さん持ってるでしょ？街に行けば絶対見るでしょ？じゃあどういったプロセスで開発されてるの、製造されてるのはわからないじゃないですか。ね、気になった方もいるかと思いますが、この動画を見れば一発でございますと。そんなね、まあ僕愛知県出身でございまして、もう自動車産業で持ってる県でございます。その太郎がですね、自動車プロセスをやらずに誰がやるんだということで、今回は自動車の作り方をまとめさせていただきたいと思います。そういったね、自動車関係のスポンサードいただいているのがサテライトオフィスさんでございます。まあこちらに今表示されているかと思いますが、もうずーっとメインのね、スポンサーをいただいている非常にありがたい企業様でございまして、まあオフィスですね、Windows のことだったり、ね、オフィス関連のリモートワークのことだったりね、そういったオフィスの IT 関連であればサテライトオフィスさん、篠崎愛ちゃんがやってます。このものづくり太郎にもスポンサードいただいている大変ありがたい企業でございますので、ぜひ概要欄からチェックいただきたいと思います。それでは本題に戻りまして、ね、自動車開発プロセスでございます。もう日本の製造業を支える自動車でございます。日本の GDP の2割が製造業でございまして、まさに自動車ですよ。自動車が牽引しております。これ見てください。ダドーンと。年間出荷額堂々の1位が輸送機械の自動車。そして国別ランキングでも第3位ということで、世界3位の生産台数を誇っている、まさに日本というものは自動車大国になっておりまして、壊れにくい、価格が安い、そして燃費が良いと。はい、いうことで、海外からの人気も高いと。ETC カードが刺さっていませんみたいな、あるじゃないですか。あれも海外に輸出されて、アフリカとかで ETC カードが刺さっていませんっていうのが流れるらしいのよ。で、なんか一番有名な日本語らしいよね。ということで、世界に羽ばたく日本の自動車でございます。自動車産業がなくなれば日本はもうやばいと。文字通り国を支える一大産業になっておりまして、日本の基幹産業の自動車でございますが、自動車産業を取り巻く環境は今激化しているわけですね。ケース。コネクティッド、オートノマス、シェアード&サービス、エレクトリック、まあ電動化だったり、接続ですよね。と、自動運転みたいなのが襲ってきてるわけでございまして。もう ADAS っていうのは安全システムですよ。アドバンスドライバーアシスタンスシステムズとか自動車の開発も今盛んになってる。まあ激動の時代でございますし、外部企業の参入がある100年に一度の大変革時代を迎えておりますと。激動の自動車産業、その自動車の開発現場に焦点を当てると。どのように企画開発され、そして生産に至るプロセスを解説する、この動画を見れば本を買う必要はありませんが、よかったら買っていただきたいと思いますが、一発でわかると。しかもですね、もう言わせていただくとそんなこと言うなって感じですけども、もうちょっとライター下手くそだったね。俺がこのものづくり太郎がうまくまとめてあげましたので、非常にわかりやすくなっていると思います。ということで、企画から生産までは多くの人間が関与しております。自動車、一大産業でございます。これを作り上げるのはものすごくリソースがかかってると。新車の企画開発はすり合わせ領域がもう多岐にわたっておりまして、これ見てください。本から引っ張ってきておりますが、これですよ。企画の周りには生産技術、部品メーカー、原動機部とかですね、工場とか管理部、調達、営業みたいなね、もうありとあらゆるですね、自動車に関わる部署が、この企画部を中心に動いておりまして、まあ、多くの部門と橋渡し、調節を取りまとめておりますと。この企画部を中心に物語を進めていきたいと思いますと。ということで、自動車の製造されるのは企画をして、そして4年後も後になってるわけですね。もう企画、その段階から工場のラインオフまで4年経っとると。ということで、自動車の製造のイメージをここに持ってまいりました。まずは、自動車といえばプレスですよ。2500トンとか4000トンのですね、サーボプレスで、ドゥン、ドゥン。最近自動車工場に呼ばれてませんから、もう一回見たいですね。そしてそのプレスを打った後は、溶接でございます。このロボットの、ウィン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 、プシュ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 ってやって、繋げまして。それが終われば塗装でございますと。で、それが終わったら、こういったね、電装部品ですよね。電装部品を組み付けたりですね、エンジンを組み付けていくということで、組み立て工程がありまして。その後、検査をして、これ忘れてはいけません。しっかり検査で品質担保をして出荷をしていくわけでございます。じゃあ企画はどこをやっとんねんって、ここです。ここね、皆さん自動車といえばこういうね、工場をイメージするわけです。企画はここでございます。企画で煮詰めて、そしてラインオフとなると、ものすごく重要でございます。しかも企画というものは一つの工場に携わるわけではございません。組み立てということで、もうたくさんサプライチェーンがあるわけですね。この約7割以上の部品を、その OEM、まあトヨタとか日産とかホンダとかダイハツ、あとマツダは協力メーカーに依存してるわけですから、企画はサプライチェーンも一緒にこの改定をしていくと。企画部のズレが生産に多大な影響を及ぼすと。ということで、皆さんどうですか？企画部もやりりがいしかないわけですね。もうやりがいしかないと。じゃあ自動車ができるまでの付加価値の総量でございますと。ね。ラインオフまでの総量でございますが、まあこういう風に企画が走って、車両開発して、生産技術開発して、そして販売に至るわけでございますが、なんとこれ4年間も一緒でございます。4年間もこれ企画練るわけですね。開発は自律つなぎ式ではなくて、このようにオーバーラップしていくことも特徴でございますと。車1台の開発に必要な時間、50万時間でございます。50万時間ですよ、50万時間と。1時間チャージ1万円で計算すると人件費だけで50億円も最低かかってるわけですね。今だともっとかかっとるかもしれませんと。自動車は50万時間以上の付加価値の集合体でございます。だからあれだけ高いわけですよ。設計費用とか設備投資の金額で表すと、もう人件費だけでは賄えませんから、新しいワークを作るっていうことで設備投資しないといけないわけですね。もう110億円以上で。ございます。協力工場なんかでもこれ投資が進んでいきますから、もっともっと経済を動かすと。まさに自動車産業はものすごくですね、日本経済に寄与していると。一方で中国なんかだとですね、開発リードタイムが大幅に短くなって2年半とか今言われているわけでですね、非常な突き上げを食らってるわけでございますと。まあ、いずれにしろですね、膨大なリソースをかけて1台の車を作り上げていくわけでございます。では、この企画の出発点でございますが、まずどういうところからこの自動車企画をしていくかというと、まあ、いろんなものがあるわけですよ。フルモデルチェンジとかね、営業からとか、プリウスなんかはですね、あれは研究開発から表現してですね、もうそろそろ出してもいいんじゃないかっていうことで、世の中に出てきて大ヒットを収めたわけでございますが、まあトヨタの今を作ってるわけでございますが、まず企画で重要な出発点といえばですね、地道な需要調査でございます。これがもう欠かせません。これめちゃくちゃ重要です。じゃあ具体的にどういったことをやってるか。例えばアメリカの若者がターゲットだとすると、北米では若者に実はトヨタは弱かったわけですね。もうおっさんしかトヨタ自動車乗っ取らんと、セダンばっか乗りやがってみたいな感じでございますが、このサイオン TC の企画の事例でございます。サイオン TC はクーペでございますから、あ、クーペ、何それみたいな。クーペ全然人気なかったんですが、北米の営業からなんとかしてこのクーペを出してほしいと。でもそれはあっとんのかということで、トヨタね、地道な企画活動しておりまして、例えばアメリカのクラブに夜行ってですね、需要調査したりとか、そしてマジックミラー号です。いや違います。マジックミラーですね。知ってますか？名古屋には JJ クラブというものがあるんですね。深くは言いませんと。コメントくださいと。JJ クラブ知ってる？知らない。検索しちゃダメだから。はい、もうやめましょうと。バンされると。あと、大学駐車場でございますね。ここに行ってですね、クーペの自動車がしっかりあるか、みたいなことも見ると。もう結構生々しい調査をしてるですね。結果として、なんか大学生クーペ人気らしいということが分かりまして、このサイオン TC を売ってですね、見事成功、大成功を収めると。これは企画入念にするとやっぱりうまくいくんだなって。一方ですね、トヨタのカルディナはですね、スポーティーさーみたいな、商用も使えてみたいな感じだったんですが、まあ、昨シードに大幅に流れてしまって、これ失敗につながると。110億円以上投資するわけですから、投資家べらぼうでですね、この入念な調査によって、まあ上流が肝ですから、もういかにようでもですね、下流が翻弄されてしまうということで、これめちゃくちゃ重要です。で、これのしっかり調査を行った後、コンセプトが固まったら、デザイナーによってですね、イメージを具現化されると。例えばRAV4、まあこういった当時イメージはないんですけど、例えばアウトドアデーとか、家族で一緒に行けて焼肉ができるとかですね。一方、CHR、街中の池王子がブイブイ言わせてるみたいな、そういうイメージを言語化し上げてですね、それと一緒に、まあシチュエーションもつけてですね、例えばカジュアルとかね、クラシックみたいな、使用輪を連想させるアイテムをデザイナーさんに渡すわけです。で、時にはそれだけだとなかなか分かりにくい場合ではですね、こういうのフレームワーク、競合者はここにある、ここにあるみたいな、だからここを狙っていこうみたいな、セグメンテーションをして、コンセプトを視認できるようにして、デザイナーに伝えてあげると。で、より細かく仕様に迫るということで、だいたいイメージが固まった後はですね、パッケージ図の制作にあたると。パッケージ図というものはですね、いろんな寸法に落としていくわけですけども、まあ、そこに至るまでですね、この営業部とデザイナー部で壮絶な綱引きがあるわけですね。もう営業としては、まあ、今までの規定の路線で行って、秘密なデザインになるとめちゃくちゃ売れなくなるみたいなことを危惧するわけですね。一方、デザイナーとしては、やっぱり最新の車のデザインはこうだみたいな、奇抜なデザインを選びやすいということで、こういったところから企画部は正解をしっかり導き出していくという感じでございますが、はい。はい。このパッケージ図でございます。例えば全長とか全高とか全幅とか、タイヤの大きさ位置とかですね。あと視界とか、もうアクセル、ブレーキの位置はかなり細かく決めていくと。もう寸法上に表現して、これを具体化していきます。もうこれが決まりました。それと同時にですね、このようなザ・ベストセダン・イン・ザ・ワールドみたいなコンセプトを社内で発表しますと。これで社内を束ねまして、やっぱり110億円かかるわけですから、そのリソースをガバッと束ねてですね、こういった自動車を開発していくんだ。もっともっと具体化していくと。はい、もう調査から始まってですね、あれですよ、マジックミラーから始まってどんどん具体化していくと。続いてですね、パッケージ図だけではいけませんので、目標数値の設定も必要であって、これも重要でございますと。もう上流側のブレが下流で大きなブレになるということで、例えば、設備費用を企画台数で割っていくわけですけども、自動車原価にこれ乖離があればですね、台数をさばけないわけですね。このくらいの値付けでいいだろうということでございますが、この値段であればあんまり売れないんじゃない？で、それを、設備投資決まってるわけですから、それで割っていくわけですから、LINE これでいいのかなみたいな感じでございまして、投資をですね、ペイできるように企画はしっかり数値を設定していくと。ですとか、重量目標値ですよね。燃費にも影響するし、国交省にも届け出るということで、これ超重要指標にもなってます。で、その他にも、この合成にも影響すると。間違えればですね、本当に巻き直しが必要になってきまして、これはかなり精密に設定をすると。もちろんそれだけではなくて、過去モデルよりも、もう高性能なことは前提になってますから、将来採用される技術も織り込んでですね、この目標数値を決めていくと。企画部は使用性能を煮詰めていくと。数値として関連部署と共有して、このようなスペックの車を作っていくぞと。そういうような話になっていくわけですね。コンセプトから数値目標に落とし込んでいくと。それができましたらですね、やっと図面を引き始めてですね、製造できるモデルを作っていくわけですね。もう具現化していくわけですよ。車両開発に行くと。まずはデザインの決定でございます。コンセプト検討会ということで、社内のですね、有志、もうデザイナー10名ぐらいですね。僕が大好きな GT-R は、もう全世界の日産のデザイナーに、この GT-R みたいなものを開発するからっていうことで、デザインを募ったらしいですけど、普段は10人ぐらいと。昔は手書きのスケッチでしたが、今はパッケージ寸法を前提にこのような、コンピューターグラフィックでデザインをしていくと。で、アイディア検討会になるものがございましてですね、ここからクレイモデルをですね、木枠と粘土で作っていって、で、具体化していくわけですね。で、これだけにはとどまらずですね、このクレイモデルから内装の模組を作り上げるわけですね。かなりリアリティを持ってこの施策をしていくと。最終的にはこのクレイモデルも3案ぐらいに絞るわけですが、そこからさらに1案にまとめていくということで、多くの案がこの過程でふるいにかけられると。それだけではなくて、クレイモデルもどんどん煮詰めていきます。デジタルデータへ移行するということで、最終的なクレイモデルができましたら、このクレイモデルもですね、例えば、リアスポイラーとかですね、あとバンパーなんかね、今のトヨタ車、例えばボクシーなんか想像いただくとわかると思うんですけども、このバンパーの横の部分ですよ。このタイヤに向かってですね、180度になってるわけですね。空気をしっかり流してあげると。で、このポルシェのリアスポイラーもですね、実は僕ポルシェ持ってるんですけども、こういう風にリアスポイラーになってるわけですね。で、ここで、風をですね、丸っこいとここで気流が乱れるわけでございまして、その気流を乱さえ後ろにしっかり流してあげるようなものにするということで、渦を低減してあげると。それだけではなくて、この安全性も重要で、衝突時の衝撃を加味し、デザインをどんどん決定していきます。これがだんだん、もう空力もいいし、もう安全性も問題ないねって言ったら次はですね、このクレイモデルに、今動画出てると思うんですけども、3次元測定器で習い測定を使ってですね、CAD モデルへどんどん落とし込み、デジタルデータへ変換をしていくわけですね。そのデジタルデータに変換した後、しっかりですね、板厚とか溶接構造を作り込んでいくと。例えば、このようにですね、詳細にデッサンするとか CAD で引いていくということで、構造の詳細を作り込んで、どんどん細かいところまで作り込んでいくと。車両開発をどんどん煮詰めていくが、企画よりさらに以前から煮詰め込んでいるものがございます。このクレイモデルとか企画が始まる前から開発しているものがあるんですね。皆さん何だと思いますか？そうなんです。プラットフォームの開発でございます。プラットフォームというものはですね、アンダーボディとサスペンション、それを総称してプラットフォームと呼んでるわけですね。例えばトヨタの TNGA、トヨタニューグローバルアーキテクチャとかあるわけですけども、このプラットフォームを開発していく。なぜかっていうと、このプラットフォームはですね、このように次期スモール B とか、ミディアム C とかラージ D みたいな複数の自動車に採用されるわけでございます。多くの自動車に展開されるので非常に煮詰めて設計する。自動車の土台になるわけですから、乗り味とか走行性とか、そして剛性とか、そして重さとかいろんなものにこれ関連してくるんでめちゃめちゃ重要なんですね。なので先ほどね、これオーバーラップしていくって書きましたけども、このプラットフォームの開発はさらに以前から、そして企画が始まったところからも自身のチームがですね、企画に並行してその企画に合うようにプラットフォームを少し変えていくと。自動車の性能、走行、安全面と多くの要件にかかりますし、車に関わるので、膨大な時間とコースをかけて開発されるのがこのプラットフォームでございます。自動車開発は文字以上に難しいということで、例えば安全性の設計ですよ。これプラットフォームがどういう風に影響しているかを含めてお伝えさせていただきますが、社内と社外の人間を守る必要性があるんですね。このように、衝突試験ですね。横からバコーンってきたりとか、もうそのままコンクリートに55キロぐらいの速度でバコーンってぶつける試験があるわけですね。その時、人間がですね、損傷してはいけませんので、そのプラットフォームがですね、衝突性に難ありということであれば、このようにリンフォースを追加したりするわけですね。しかしながら、このリンフォースを追加すると、剛性も上がったりするわけです。そして重量も上がりますから、車体のバランスが崩れてしまうと。ということで、プラットフォーム設計の難しさがあると。これ図にするとですね、プラットフォームがあります。それを変えてしまうと、重量も増えますとか、品質もね、安全性影響するとか、大改造が必要ですと。さらにその大改造が必要になると、また重量が上がるな。さらにこの重量が増えれば燃費が悪くなるとか、開発のリードタイムも長くなるとか、安全性、コストもどんどんアップするぞ、みたいな、いうことで、いろいろ多岐にわたると。一箇所の変更のように思われますが、いろいろな影響が出ると。耐久性と多くの要素の検討が必要になると。一方のプラットフォームはしっかり根詰めて開発していくわけですが、アッパーボディですね。試作型なしで、今は CAD ベースで行うことも可能になっててると。設計と試作、実験評価を繰り返しながら、これは進めていくわけでございます。続いてですね、燃費性能や動力性能の作り込みも一緒にこの開発でやっていくと。国々で思考は異なるが大事な要素になっていくと。多くの日本人が選定する際ですね、そうです。皆さん選定基準にするのが燃費でございます。例えば、どこまでこだわっているかっていうと、アンダーカバーをしてですね、空力も改善すると。空力を巻き込まないようにするわけですね。そうすると、走行性も良くなるわけですから、今はアンダーカバーを搭載する車もどんどん増えていますね。ですとか、エンジンですと、ハイブリッドシステムを採用したりですとか、あとはタイヤの採用ですよね。燃費に関して熾烈なこのような争いがあると。で、最近はですね、エレクトリックということで EV の動態があります。で、EV というものはモーターで走るわけでございますが、モーターというものはですね、速度 0km から大トルクを発生できるわけですね。なので、動的性能がものすごく向上すると。テスラもですね、ポルシェ並みの加速をできるということで、こういった動体性能に対して価値観の変異があるかもしれないと。いうことは本で触れてましたよね。いずれにしろコンセプトと合った仕様に、この開発をしてですね、合わせ込んでいくと。このように仕様を具現化していくわけですね。しかしですね、自動車には開発とか企画も非常に重要なんですが、それだけでは自動車はできないんです。そうです。コスト競争力があってこそ、自動車ビジネスというものは回っていくと。つまるところ、原価企画がですね、非常に重要になってくると。この原価、トヨタは血も涙もないとか言われますけども、この活動がないとですね、ユーザーと魅力的な自動車のマッチングが行えませんし、そして販売店やメーカーもですね、マッチングが起こらないということはですね、部品が売れなくなるわけですから、マッチングの機会を損失してしまうということで、メーカーも原価低減運動がないとですね、喜んでもらえないと。さらに、次の自動車開発の原資になるわけですから、非常にこの原価を絞り込んでいくっていうのはですね、重要でございますと。原価が上がる日本ということ。トヨタは血も涙もないとかですね、下請けいじめとか言われますけども、実は原価ってものすごく上がってるんですね。最近はですね、海外よりも高くなってるというデータが、これ本出てました。2000cc 未満では、なんと日本車が逆転して、日本車の方が高いと。これ2016年までのデータでございますので、最近5年ぐらいはどうなってるかなって感じですね。昨今日本車の価格は、2004年を100だとすると、もう欧州車以上とかアメリカ車以上にですね、うなぎ登りに上昇しておりますと。前モデルよりも高くなる、性能が上がって、ADAS の機能とか自動運転の機能とかついていくわけですが、高くなることが前提の世界であったとしても、非常にこの価格が上がってってきてると。原価を作り込むことが企画の仕事でもあるわけでございますが、ここね、日本の企画にぜひ頑張っていただきたいと。はい。じゃあこの原価をどういう風に低減していくのか、そのプロセスを見ていきましょうと。自動車仕様は製造工程と対になっております。生産技術を巻き込みながら原価を低減すると。例えばですね、このクレイモデルのところでもですね、ある程度、こういった部品が取り付くだろうっていうことがわかるわけなんですね。なので、生産の工数を製造現場の生産技術の人を呼んできてですね、この部品の組み付けに対してどれくらいの工数がかかるかみたいなミーティングをしてですね、工数を弾き出していくと。でもデザイナーとしてはこういった斬新なデザインがいいんだみたいな、しかしその斬新なデザインほど組み付けしにくいっていうのはあるあるな話でございますが、そこの工数、コストメリットが出そうなところの最適解を探していくと。この外観だけではなくて内装ですよ。例えばエンジンルームも昔はもうすっカスカだったんですけども、今はですね、開けてみてみれば、そのぎゅうぎゅう詰めなんですね。ハーネスの取り回しなんかも非常に重要でございまして、例えば、ハーネスの取り回しが難しいとか、設計っていうのは自分が担当する部品を作り込む習性がございますので、他のスペースを奪ってでもいいものを作ろうとすればいい自動車はできないわけですね。なので、この取り回しの組み付け方法なんかも非常に重要になってくると。こういった組み付け作業なんかも検討していくと。で、今ではですね、これダッソーさんなんですけども、このCADベースでハーネスなんかもデータベースからCADベースから見えるようになってまして、こういった取り回しがいいだろうみたいなことも検討できると。最先端のCADはすごいですねという感じでございます。こういった自動車を見るとですね、単なる物質にしか見えないかもしれないんですが、部品の裏に隠れている生産をイメージしなければ原価低減というものはできないわけですね。ということで VA 活動と VE 活動で原価を削れと。この VA 活動というものは既存部品に対してのコストダウンでございまして、 VE 活動っていうのは今開発中の部品に対してのコストダウンになってくると。部品の裏には設備あり、材料あり、背景ありということで、 A というダクトがあります。で、一方 B というダクトですね。こういう風な断面図はこんな感じになっておりまして、さあ皆さんどちらが秀でた設計でしょうかと。どっちが設計として有能なのかと。酒井さんどうですか？材料によりますというひねくれた回答が返ってきましたが、答えは、素晴らしい！答えは A でございます。しかし設計は B なんですね。こう簡単ですよね。こういう、なんていうんですか、曲がってますから、設計上は工数がかかるんですが、これ、製造した時を鑑みると、例えば、A は金型費が、これ低減できるわけですね。削ってるところが B よりも少ないわけですよ。そして、材料費が A の方が少ないわけですよ。面積が少ないわけですから、材料費が下がります。さらに、排気も良くなりということで、これね、空気が通るとして、こういう風に詰まりますよね。一方、この A の方は排気がビャーンと出ますから、滞りがないわけですね。ということは、排気をスムーズに出せるということは、その時の詰まりがないわけですから、そのエネルギー効率もいいわけですね。ということで、A が実は正解なんですよ。コストダウンできると。はい、続いて、こういう電動ミラー。これどういう風な機構になってるかっていうと、昔はですね、原則平歯車だったんですが、これをウォーム歯車を2個合わせたようなものにするとですね、部品点数がものすごく減ったということで、コストをなんと2分の1に低減できたと。いうことで、皆さんね、車、例えば軽自動車とかパッソとか安いじゃないですか。こういった原価規格があるから、量産の効果もあってですね、皆さん100万円台で自動車に乗れるわけですね。メーカー側もできるだけ高くしたいと、付加価値をいっぱい乗せたいと思う心理もありますし、競合が少なければ強気の価格設定の場合もあるわけです。だから OEM 何をするかって自社でこれ内製するわとか言ってですね、新たに競合を作り出すわけでございます。一方ですね、OEM メーカー、要するに自動車のトヨタとか日産とかは大規模設備でございますので、その設備費用が非常に高いわけですね。なので、外注に振ったりですね、協力メーカーに振ったりすると、これ安くできたりすると。いろんな手法を考えて、この原価を磨き込んでいくと。部品一つ一つには装置と人が多く関わります。構造や機構からそれを、どういった人が組み付けるんだろうとか、どういった金型が使われるのかなっていうのをイメージして原価低減をしていくわけですね。そしてですね、実はここからでございますが、なんと今最新の原価低減どういう風になってるかっていう情報も仕入れてきましたので、皆さんにお伝えさせていただきたいと。実は展示会でですね、太郎さん面白いサービスを僕は売ってるんですっていうお声掛けをいただいてですね、なんだこれら今こうなってんのっていうことで教えていただきましたので、ここで共有させていただきたいと。しかしながらですね、この原価企画っていうのはもうノウハウの塊じゃないですか。そういった若造がですね、原価企画に来てですね、いきなり後ろに隠れてるプレス機械は何だとかですね、イメージできないわけですよ。だからノウハウの塊なんですね。そういったノウハウや経験、それらに頼るのはもうすでに古いと。最新の技術では CAD ベースから原価計算が実は可能になって出るわけでございます。部品形状や生産国から原価を割り出すことが可能でございます。しかも設計しているその場からこれ試算が可能なソリューションがなんと出てきてると。アプリよりっていうところから実は教えていただきまして、これすごいですよ。企画のノウハウに依存しないでいい世界がなんと出現してると。実はこのアプリよりですね、ボーイングとかキャタピラがもう採用して大手がバンバン当たり前に使ってると。もうこのサービスを簡単に説明するとですね、CAD モデルがあるでしょ。CAD モデルと、そして国があります。どこで作ろうかなで、どういった加工方法があるのかなっていうのを選定する。例えば、旋盤とかね、マシニングとか、あとプレスとかいろいろありますわ。溶接とか。これだけ設定するだけで原価がなんと判明すると。AI ベースでやってるのかなって思うかもしれませんが、実は AI ではないんですよ。これがすごいんですね。そういったエンジンを持ってると。後ろに加工によって変化する独自の計算エンジンを搭載しております。これが凄まじい。僕びっくりした。こういう CAD モデルがあるじゃん。そして、例えば、これ切削とか、これプレス部品ではないですけど、プレスの場合で考えるとですね、例えば単発プレスなのかとか、純層なのかとか、トランスファーなのかみたいな、それぞれの価格が後ろで紐づいてて、どういった価格になりますかっていうのをそこで出してくれると。CAD から切削条件をこのように読み取ってくれるわけですね。なので、段取り時間や加工手順だけの算出にとどまらず、これ段取り替えも出ますよみたいなものも実はもう出るようになってると。さらにはツールチェンジ、ATC のですね、ツールがガチャコンって変わるような時間も加味して原価をその場で出してくれると。さらに、お目玉飛び出たのがですね、この加工はこういった加工ですよみたいなガイダンスまでその場で出してくれるから、設計者もですね、あ、この部品をこういう風な形状にするとこういった加工になるんだなっていうものがその場で分かるようになってると。もう言ってるサービスですね。言ってます。設計者が使うことによってで、企画が電動サイドミラーのこの歯車がどうのこうのとか考えるまでもなくてですね、企画がそういうことをやる以前の次元の原価低減になると。これびっくりしたのが、キャティアとか PTC とか NX ですね、ジーメンスの。それにアドオンツールが入ってまして、こういう風にアドオンを動かしてですね、加工をこういう風にいじるとどのくらいの原価になるかなっていう原価計算が CAD ベースで出てくるんですよ。やばいでしょ。こういう風に設計を変更したら、あ、原価こうなりますっていうことで、CAD をいじれば、もう設計しながら原価が分かるような世界になってきてると。要するにですね、設計から原価が分かり、CAD ベースでどういった設備が必要かみたいな製造現場を改定することができるようになっちゃってると。すごいでしょ。ということで、しかもですね、これだけではなくて、サプライヤーのこれ見積もりが濃い青ですね。と、アプリよりが自動算出した見積もりを比較して、原価低減できそうだな、みたいな余地を探ることも可能になってると。コストテーブルを精度よく皆さんね、OEM の方々作成してると思うんですね。2ヶ月とかかかってね。もう笑い話になりぐらいチンタラしてるわけですよ。これでもう一つ一つその場でやっていけばすぐわかるわけで、2週間ぐらいで終わっちゃうわけですから。もうそのぐらいの差があると。これ入れるだけでどのくらいの原価低減になるかって、投資対効果 300% とか 600% って出てるんですね。さらに精度を上げることによって、もうある企業はですね、特定のサプライヤーとは見積もりさえせずにですね、アプリを前提で価格を弾かれるんで、その価格で依頼をすると。もう不要にして間接コストを削減すると。見積もりなんかの手間なんかもう無駄でしかない。図面交換してとか、これいくらになるみたいなことも全くやってないわけですね。で、それを戻して、あ、CAD の作り直しだとかやってないですね。しかも加工装置が後ろに連なると見えるということは、製造時の CO2 もおおよそわかるわけですね。こういった製造プロセスを使うから、どのくらいのカーボン排出量になるみたいなね。こういった切削加工だからこれぐらいの時間がかかるから、おそらくこういった CO2 になるだろうみたいな。すげえと。さらに PLM ですね。PLM というものはですね、製品を統合管理するモデルをですね、CAD データを貯めておくデータハブと考えていただいていいと思うんですが、それと接続することも可能なんですね。ということで、アプリよりですね。これはやばい。久々にこれすげえわっていうことで、これぜひ取り上げさせてくださいって言ってですね、お願いして今回取り上げさせていただいたと。日本の方々 VA とか VE ですね。もう地道にやってるのいいんですけども、それとはもう次元が違うわけですね。もう CAD を引くところから原価低減できるように実は世の中になってますという感じですね。ということで、自動車開発プロセスですね。以上でございますと。で、こういった VA、VE 活動、もしくはアプリよりを使ってですね、原価低減されたものを動画の冒頭にありましたラインオフをしてですね、設備に入れて自動車を作っていくと。それが一連の自動車開発プロセス、生産プロセスになってるわけですね。いかがでしたでしょうかと。ということで、引き続きですね、この自動車開発、次回はですね、バーチャルエンジニアリングについてもまとめたいと思います。そして、来ましたね。タイ現地に訪問して EV 動向を見てきておりますというか、まあこの動画が出てる頃にはもうタイの訪問終了していると思いますので、まあそちらもね、お楽しみにいただければ幸いでございます。ということで、こうご期待ください。自動車関連にお勤めの方々も僕のチャンネルよく見ていただいていると思いますので、こういった製造業の動態をね、まとめております。もちろん自動車だけではなくてですね、FA 関連とか半導体関連ですね、さらに工作機械もやってます。ものづくり関連で働いている方ですね、ものづくりが好きな方はぜひチャンネル登録いただいて応援をしてあげてください。そして少しでも刺激になれば、いいねマークを押していただければ幸いでございます。そして最後になりますが、次回の動画の前にスポンサー動画でございます。どうぞ。本日はですね、西日本 DX ということで、小倉の方にお邪魔させていただいておりまして、いつもパナソニックエナジーさんのスポンサー動画はホテルからということで恐縮でございますが、幸之助が存命の時からですね、電池事業というものは一事業としてエッサホッサとやってきたわけですけども、今はですね、パナソニックエナジーの中で中核事業部になっております。まあ歴史もあるし、その歴史だけではなくてですね、2030年には売上3兆円を目指していくということで、もうアクセルを踏んでですね、やっていっております。そんなパナソニックエナジーは絶賛エンジニアを募集中でございますので、概要欄からアクセスいただいて応募いただきたいと思います。ということで、いってらっしゃい。はい、もちろん、次回は、そうです!タイ現地から生中継クルーでございますよ。生中継来んのかなって。もしかしたらもうタイの動画上がってるかもしれませんが、こちらもね、ご期待くださいと。おそらくね、行くところ決まってて、伝送と配信行くんですわ。で、他にも行ってきますと。ということで、お楽しみにいただければ幸いでございます。最後に、自動車の企画と開発ですね。この本、概要欄に貼っときますから、気になる方は、ポチッとしていただきたいと思います。また次の動画で会いましょう。どうもありがとうございました。じゃあね、バイバイ。ありがとうございました。今日の千葉ちゃんの一言。本日も最後までご覧いただきありがとうございました。今回は自動車の製造プロセスの基礎動画でしたが、他にもいろいろな基礎動画上げておりますので、そちらもぜひご視聴ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。